バラフナ市の紋章バラフナは、ロシア連邦ニジニノブゴロド州の都市。ボルガガーウマンにあり、州都ニジニノブゴロドの北3 2トルにある古い町。人口は57,338人。バラフナの北西部はプラフリンスクと呼ばれ、バラフナへ合併する前は独自の都市型集落であった。バラフナは1474年。 ソリーコールナゴロドツェという名の町として建設された。その住民は、ボルガ川の2 0トルほど、上流のゴロジェッツから移ってきたとされる。火山半国の軍により1536年に破壊された後、タタール人の再侵入に備えて、集落を守る木造の要塞が建設された。その後3世紀にわたり、バラフナは製塩業と穀物取引で栄える。 ボルガ川対岸からバラフナの聖堂の戦闘を望むバラフナとプラフディンスクの間にある工場17世紀初頭の動乱時代においてはバラフナはロシアで12位の大きさの町だったがバラフナの貴族はニセドミトリー2世を支持してニジニノブゴロドと対立したほか1610年にはコサック軍に襲われ破壊されているニジニノブゴロドで国民軍を結成しモスクワから ポーランド軍を追い出したクジマミーニムはこの町で生まれた。1636年には、ホルシュタイン・ゴットルプ公国のフレデリク3世により、モスクワ大公国を経て、ペルシア施設として派遣されたアダム・オレアリウスが、バラフナに立ち寄り記録に残している。この年、ホルシュタインから派遣された、ドイツ人船大工が、バラフナで船を作り、イ後ロシアの内陸河川における造船業の、 第一級の拠点として、バラフナはその名を地位を確立する。バラフナの人々は、編み物の技術や彩色タイル作りの技術でも有名で、彩色タイルは地元をはじめ各地の聖堂の屋根の装飾に使われた。ソ連時代の1920年代には大規模な製紙工場も成立している。市内最古の建物は、1552年に完成した、先頭屋根の聖堂。 聖に古来聖堂である。レンガ作りの戦闘式聖堂の中でも、この聖堂は木造の戦闘建設に近い方法、構造で建てられている。旧聖子高端聖堂は修道院の聖堂の古典的な様式の代表的なものである。近くにはバラフナで生まれたクジマミイ人の像が建っている。ありがとうございます。